ちです。ピピピース動画を見てくださっていつも本当にありがとうございます。今日の動画はなんとサムネとタイトルにもある通り、本日はとある方がゲストに来てくださっております。カモン、よろしくお願いします。アリちゃんです。お願いします。今回はですね、はい、アリちゃんとコラボなんと2回目になるんですけれども、うん、まあ、プライベートとかでもね、ご飯行ったりとかすごく仲良していただきありがとうございます。こちらの方こそ。今回は見ていただいている通りアットコスメ貸し切り企画となっております。アリちゃんといえばアットコスメっていうイメージがあると思うんですけど、元アットコスメ社員ですね。そうです、年間働いてました。なので今回はですね、アットコスメさんを貸し切りさせていただいて、うん、ただの爆買い企画でちょっといつも通りかなと思いまして、うん、今回はなんと15分間限定の爆速爆買いをやっていきたいと思います。でも本当に15分間で選んで本当に買いたいと思ってるので、うん、マジで欲しいものを今までね、うん、私たちリサーチして、そう、目星をつけてきましたよね、うん、リアルな私たちの爆買いをぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。それでは早速動画いくぞ。早速やっていきたいと思います。制限時間15分です。頑張ろう頑張ろう。よーい、スタート。はい、行きます。どうしよう。ちょっと私これ欲しかったやつです。この匂いの素、こういうケア、てかカゴ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 、これのね、レモンがね、めちゃね、よくて好きなんですよ。アットコスメはコスメ以外もあるからいいですよね。やばい、こんなにね、焦ってる桃地さんなかなかないよ。待って待って、わかんないわかんない。今もうすでに30秒経過してます。やばい、15分やばくない。あ、嘘つきマスカラありました。アリちゃん、ここら辺に嘘つきマスカラあるよ。全然決められないんだけど、普段買ったことないやつがいいよね。一旦ランキングに頼りまして、これ欲しかった。これからの夏にいいので買います。自然と卵肌、拭き取り化粧水なのに潤うだって。良さそうです。良さそうだよね。これ買ってみようかな。ベスト拭き取り化粧水だって。しかも詰め替え用まで売っています。これ買ってみます。こちらです。やっぱ桃地さん丁寧だから、こちらですってちゃんと見せてくれることで尺が減っています。やめてください。ここはでもさすがに大体持ってると思う。あ、これ一つ目まず買います。めちゃくちゃ大好き、ハッツのボディウォッシュ B ハグ、めちゃくちゃおすすめです。アットコスメのベスコスタワーにフィメール入ってます。気になってるものをひたすらもう入れていくしかない。何これ、アルビオンのリングライドのようなツヤが出るだって。化粧下地かな、美容液とメイクアップベースフェイスカラーだって。化粧下地なんですけど持ってないんで買ってみます。めちゃくちゃツヤが出るらしい。私今日のためにコスメをね、買うのをすごい抑えてたんで、たくさん買いたい。ワンバイ構成のクレンジングオイル出る。何これ、角栓を溶かしてくれるタイプのクレンジングっぽい。あ、塗りたてでも使えるんだ。これめちゃくちゃ良さそう。昆布タイプなのよくないですか。これもじゃあ買います。時間がないとはいえちゃんと見極めたい気持ちもある。さすがにここあたりにあるやつは全部持ってると思うんだよね。これめちゃくちゃ欲しかったけどない、欠品してる。これマジで今見かけたらすごい買いです。エリクシールのね、新作の化粧下地日中用乳液だ。これすっごい気になってたんですけど欠品したので諦めて次に行きます。え、これ何、1本あれば無敵って書いてる。筆部門ロージーローザー1位だよ。とりあえずこれ買います。これでいつもアットコスメに来ると必ずでこれで泣いてもいつも買うんですけど、今日も何か1個挑戦したい。この前はこのリポソームのでっかいの買ったんですけど、パウダーも持ってるし、あ、これさ、この前ヌベちゃんおすすめしなかった。これ買おうかな。これ買います。ヌベちゃんがおすすめしたやつあとなんだっけ、もう1個。エスト、それエスト欲しい。もう泡洗顔ですね。泡洗顔、これアリちゃんがおすすめしたんで、ありがとうございます。この泡洗顔すごくいいって、くすみが取れるってのべちゃんが言ってたんで買います。それ買います。この冷たい UV スプレーシリーズもいいですよね。メイクを守る UV スプレー、メイクの上からシュッ、これよくない。これ買います。そう、なんかメイク系のスプレーしかミニサイズ欲しかったんだよね。こちら買います。これは何、プロミルカルテ UV スプレー、髪の日焼け止めだって。これすごい、紫外線カットもしつつ香りもつけつつ潤いもチャージしてくれる髪の毛のスプレーっぽい。めちゃくちゃ多機能。もうこれもちょっと試したいんで買います。じゃあこれはどうしようかな。あ、ラブクラブも置いてあるんだ。でも見て、ラブクラブもすごい人気、ほぼほぼもう欠品してる。ラブクラブはじゃあちょっと諦めるとして、今何分ぐらい経ちました。もう4分経ってるんだ。欲しかったやつ見つけた、オバジェ C のデイスラム BB の明るい方の色。このね、オバジェ C のデイスラム UV っていうのは欠品しちゃってるんだけど、これが今年新発売された日焼け止めで、これがねめちゃくちゃ良かったので、多分これと同じラインの BB クリームだと思う。でこれもね、あの前にフォロワーさんにアンケート取った時に、今年最近の新作の中で特に買って良かった商品で、これめちゃくちゃ上がってた、気になってたの。これもじゃあ買っていきます。桃地さん、もうすぐ5分なんで、やばいです。2回行っちゃいますか。2回行こうかな。あ、スマイル
テルのコスメないかな。あ、2階だって。え、2階、待って、ナーズのチークさ、バズってません？え、どれ？うちそれだね。うちこれね。これうちバズってるらしいんで買います。あ、じゃあこれ買います。じゃあ2階行きます。メグッドビューティーさんめっちゃポップアップやってる。じゃあこれ買います。ガネージュファミエとボス。え、私めっちゃおすすめあります。うん、どれ EUE っていうあの資生堂の新しい、ここ。これなんか資生堂さんのハイレベルシリーズというか。で、このチークがやばかった。2と3にします。うちの大好きなナンバーズインヤプラスで2枚ぐらい買います。これもう使い切っちゃってないんですよね。9分経過です。え、やばい、あと6分だって。知らなかった。ハクからさ、クッションコンパクト出てるの初めて知ったんだけど。ハクってファンデーション出してるんだ。これは気になるので買います。え、もう2回行くの？じゃあ私もちょっと行こうかな、さすがに。買い足りてないものないかな。え、これも何？あ、面白い。ヘアマスカラで、フォームタイプとブラシタイプが両方ともついてる。じゃあこれも買います。見て、私だ。よろしくお願いします。トイロです。お願いします。2階に行きたい気持ちもあるんだけどさ、ちょっと見切りたい気持ちもあるんだよね。あ、これも買うでしょ。待って、焦る、やばい。ロムアンドの新色、全色買います。これはずっと欲しかったから。買い物ないかな。7分。半分じゃん、ほぼ。チーク、これも全色欲しい。そろそろ行っとく。嘘つきますから、限定色ただいま出てます。ぜひよろしくお願いします。ここに重機ありました。よろしくお願いします。宣伝めちゃくちゃ入れる。私も2回行きます。やばい。日焼け止めミスト、カネボウの日焼け止めミスト。だってオンジョンヤの新作な。マスカラ新色ないかな。うん、ないな。きっとリニューアルしてる。パッケージがなんかちょっと違うと思った。リニューアルしたんだ。はい。え、なんかおすすめのさ、クッションファンデない？ツヤ系。ツヤだったらクリオの。クリオめっちゃ持ってる。何がいいのじゃ。やばい、有田にクリオおすすめされたのに持ってるって言っちゃった。のぶちゃんさんがおすすめしてたアクセーヌの BA グループしたじゃん。アクセーヌ。やばい、持ってた。これですか、もしや。これ3年前ぐらいに猪狩さんとコラボ動画撮りました。10分です。あ、これ良かったですよ、サプリ。血の巡りをみたいな。あ、じゃあこれにします。はい、これもバズってますよね。これ外気的なあれをバリアしてくれます。じゃあこれ買ってみよう。コスメが欲しい。スキンケアパック買ってる。コスメ。11分経過です。やばいです。あ、ムフ。え、すごい、私の声聞こえる。これはなんと韓国薬による。私がいます。新境地のクッションファンデ。なんかあ、チャコットとかのクッションファンデ買ってもいいかな。これのクッションファンデのナチュラルでお願いします。これも知らない。キスの新作のファンデーションが出てる。素肌のような透明感、じわっと溢れる。あ、ナイアシナミド配合されてるんだ。気になる。キスの新作のファンデも買います。あ、あった。これが欲しかったんだよ。ボンジョンヨのマスカラの新色、2色とも買います。よかったって。残り5分。はい。でも結構数はいい感じにいけた気がする。マジョマジョの新作マスカラ置いてある。これも気になってたから買いたい。こちら買います。マジョマジョのラッシュエキスパンダドーリーカール。カバ感がね、すごい作りやすいマスカラらしい。ちょっと気になるんで買ってみます。ブラシ一体型クリームアイブロウだって。これはちょっと試して買ってみます。あと3分。やばいです。皆様あと3分です。ボルジョのクッションちょっと良さそう。ボルジョのクッションはね、めっちゃナチュラルだよ。え、すごい。すっごいナチュラル。え、じゃあ買います。はい。え、ナンバーズインのクッション。あ、クッション。気になってた。ナンバーズインのクッションでしょ。買い漏れないかな。でも、いいねも気になる。待って。やばい、最後の最後で悩み始めてきた。どうしよう。チャコと欠品です。あのー、ショックです。あと2分ぐらい。あと2分。あ、イホダのフェイスパウダーすっぴんの時とかで誘うじゃない。バズってます。これもこれ買います。カバーマークいいですね。46秒。あ、やばい。で、最後これってものに出会いたいんだけど。え、あと10秒。ただ最後これ買います。アンドビーの UV ミルクスタンダード。 INI がモデルしてます。お城はこんな。あ、終わりでーす。15分。ギリギリカバーマークのお城を入れれました。早いよ。え、結構買ってる。まあ、お互いぼちぼち買えるかな。じゃあこのまま1階でね、ガチで一緒します。はい、お願いします。上がっていっています。それ何？マヌカハニーをそのまま包み込んだ。欲しい。気になるよね。うん、ダメです。やばいです。え、もう5万個した。72,190円。やばい、20点。15分で20点ってどういうこと？結構いけたくない？想像よりも爆買いです。何があったか気になる。え、そうだよね、私も気になる。ありがとうございます。買いました。うわ、もっとこの辺ももっと見ればよかったな。15分。うわ、これ惜しかったやつ見つけられなかった。うわ、
ロージーローザのこのパフめっちゃ欲しかったんだよな。これ気になるな、さっきのアリちゃんが言ってたやつ。うわ、温泉水とか売ってた。あ、私が韓国で買った歯磨き粉、日本で展開してるんだ。この歯磨き粉、韓国のコンビニとかにも売ってる超有名なやつ。今さら情報量言い過ぎじゃない。まあゆったり喋れるとやっぱももちさん情報量すごいから。入浴剤買いたかった。私アットコスメのこのコーナーめっちゃ好きなの。こういうちょっとさポップなさ1回分の入浴剤、もし次から一番最初にここ来て入浴剤買いまくろう。アリさんどう？27で、ほぼ5万2000。ええプチプラ多かったのかも。確かにデパコス多かったかもしれない。プチプラそんなに買ってないかも。この辺時間なくて一切見てないね。忘れちゃってたよ。でもなんかさトレンドのアイテムが揃ってるからいいよね。これトレンドですみたいなのがアットコスメはめっちゃあるじゃん。はい、ということで15分間爆買い企画終了になったんですけれども、やばいよ。え、何点だっけ。27点買いました。27点で5万円じゃ5万2000円ぐらい。私は20点で7万円でした。え、ちょっと何買ったかさ軽く見せてこう。まあ今ね、あの見てくださってる方は何買ったか分かってるじゃん。うん、確かに。え、じゃあ私はこれを買いました。買うか悩んだ。ゆい流行ってる、バズってるって聞いたので、チークがしかもバズってるって聞いたので。あ、チーク買ったんだ。そう、2番3番を買いました。これしかもラメ缶入っててめっちゃ可愛そうだった。私はそれで言うとキスのリキッドファンデーション買いました。これすりガラス肌が1日続くのがコンセプトらしい。それを3年気になったので購入してみました。私も気になってこの前買いました。あ、本当？うん。あとは、デコルテの美白の美容液、リポソームじゃなくて。そう、リポソームじゃなくて、これがあのうちの事務所に所属してくれてるインフルエンサーの子が、マジで良かったですってオススメされて。気になる、何それ。そう、美白の方の、また別ラインなんで。そうなんだ。めっちゃ高いけど、めっちゃ良かったって言ったので、気になる。その、これを買いました。スキンケアで唯一買ったのこれだわ。ワンバイ構成のフォアクリアオイル。多分毛穴の角栓に特化したタイプのクレンジングオイルっぽい。ワンバイ構成からクレンジング出てるの知らなかったので買ってみました。いいね、気になる。気になるよね。めっちゃ気になる。ナンバーズインのクッションファンデあ、持ってます。え、いい。うん、いいよこれ。すごいね、お肌綺麗に見える。嘘。そう、ナンバーゼインのスキンケアが好きすぎてパックもこれも買ったんだけど。待って、これ毛穴につなげるやつだよね。そう、5枚ぐらい使い切ってて、好きすぎてプラスで買いました。あ、でも前職買いしたやつだとまずロムランドの。これ前職持ってる。あ、ほんと。超いい。気になくて気になったのでまず前職買いしました。え、楽しみです。アリちゃんのレビューを皆様お楽しみに。多分 YouTube であげます。はい。と、これも前職買いした。フジコの水彩チーク、これも前職 めっちゃいい。これも超いい。これも買いました。多分結構評価高い、周りからも。これも楽しみ。ツヤツヤするのよ。で、密着度めちゃくちゃ高くて全然落ちなくて、ハイライト下地っぽくもなる。めっちゃいいよ。いいの。で、パウダーと併用するとさらに落ちにくいから超いい。え、早く使いたいわ。本当に良い。バリちゃん絶対好きだよ。ウォンジョンヨンも私前職買いした。え、何を何を。マスカラがさ、新色じゃない。ブラックブラックみたいなやつだね。これ、売ってた。買いました。結構ね、今もテッピン続きだよね。そう、これも買いました。え、私はあとは謎の、あ、リキッド。そう、リキッド。これもめっちゃいいよ。よく使ってもいいんじゃないの。めっちゃいいよ、これ。そこバズってるので買いました。色味何番。02番。私が一番好きなから。え、そう。嘘でしょ、ガチ。なので、これが一番人気からな気がする。あ、そうなの、バズってる。ということで、15分爆買い企画以上だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。はい、あっという間だったけど、意外と満足な買い物ができて嬉しいです。いや、私もなんか焦りながら、ね、選ぶの新鮮すぎて、ちょっとハラハラドキドキしながら企画的にも楽しかったの。確かに思います。新鮮だった。でもやっぱゆっくり見た方が分かるね。まあね、それは大前提だけど。だ、まあ、これはこれでね。だって終わってからレジ付近のやつ見て、こんなのあったんだろうね。これも買いたい。結構やったなったよね。まあ、ということで、こちら私たち使って、はい、ここのね、あのレビュー多分短尺とか長尺すると思うので、はい、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。ということで、動画以上になります。見ていただいてありがとうございました。アリちゃんの方のチャンネルでは韓国料理食べながらもっぱしながら質問回答っていう企画を行っているので、ぜひ概要欄から見ていただけると見てください。嬉しいです。それがアリちゃんって検索すれば出ると思います。ということで、見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いします。バイバーイ。